どうも、ずんどうです。どうも、みたらしです。いや、今日は真面目な話をしたいんですけども。あ、急に。いつも真面目ですけどね。いつも以上に真面目にね。あ、いつも以上に。はい。みたらしさんも社会人になったわけじゃないですか、かれこれ。あ、実はね。4ヶ月ぐらい経ちましたか？ まあ、もうちょっと経ってますね。もうちょっと。はい。いや、お給料を見てさ、うん。どんぐらいもらってます？ まあ大学生よりは豊かだなっていう金額はもらってますけど、なんか意外と少なくねって思いません？ああ、なんて言うんだろう、もらったこと自体は別に多い少ないはそこまで感じないけども、やっぱ生活してみると、いや、貯金きついなみたいなね、そういうのありますよね。もっと欲しくねっていう。このペースでたまるお金みたいなのはありますでね。な、まあ、なんでってさ、税金めっちゃ引かれん？税金引かれますね。えぐくない？僕もようやくね、税金引かれ、あれなんだっけ、2年目のね、6月ぐらいから引かれるんで、市民税とかがね。なんで、ようや引かくね、れるね。こう、もり本も気り、出してきた。本気出してきましたね。こんなもんじゃないんだぞっていうところがね、出てきまあましね、た。結構これ聞いてる方、高校生とか多いんでね、わかんないあ、とそう思うなんんですだ。けど、はい。ごめん、適当言いましたけど。なんかさ、いろんなとこで税金取られるよね。実はね、そうですね。でさ、まあ取られる分にはまあいい、よくはないけど、まあしょうがないかなって思うよ。まあね。まあ、そういう制度なんですもん。はい。でもさ、それの使い方ってなんか時々疑問を覚えるようになってきたんだけどさ。はい。政策としてね。実際その自分らが取られてる分がどこに行ってるっていうのを考えた時に、なんかムカつくなっていう時があってさ。まあ個人的意見なんです、ここからは。なんで本当にもうね、ムカついたらまあムカついてください。いや、結構前だけどさ、なんかネットカジノじゃない、町だ。なんかその、どっかの市がさ、誤送金誤した送問金題。した4000万ぐらいだっけ？ありまあしたね。れ、もうさ、えぐいじゃん。まあ、給付金公を務員のね。方がね、間違えちゃってって話じゃん。で、ある？そんなことある？人のお金だよ、言ったらって思っちゃうけどね。まあ、お金を扱う、なんだ、仕事してる人は別にね、多分国によらずね、銀行の人とかね、そういう、なんていうの、お金動かす人はいっぱいいると思うんですけど、まあ、だんだん麻痺りそうだなっていうのはありますまあけどね。確かに単調化しちゃうんだろうね、きっと。まあ、会社仕のお事で。金とかね、国のお金動かすにしろ、まあ、だんだん麻痺ってくるような気はしますね。そうだね。そうなんかな。その送られてきた人もさ、なんかネットカジノに全部突っ込みましたっつって言ってたじゃん。言ってましたね。いや、もうその人の人生もね、変えちゃうしね。まあ確かにね、あれでね、もう光と仲良くなっちゃいなっまちしゃったたしし、ね。もう結果人的に生その人にとっちゃプラスなのかもしれんけど。プラスなのかな。どうなんやろ。ね、もうできるだけね、ならもうせめて全部株に突っ込んで運用とかしてほしかったんですけどね。確かに増えました、返しますっていいじゃん。それで確やっかてほしに。かったですけど。それ罰せられるんかな。まあ、あの場合はなんか誤送金もあったから、すぐト返ントせンばトね、まあ、特になさそうでン。したけど、いや、すいません、ちょっと今から年利5%で運用するんで、あと3年待ってもらっていいですかみたいな。そう、増えるんで大丈夫ですっつっ 大丈夫です、絶対大丈夫なんて。で、みたちょっとだけ貸してくださいっみたいなつのね、ちょっと無理かもしれないですね。まあ、それもあったしさ、その最近っていうか、まあ、安倍さんはちょっとお亡くなりになったじゃないですか。噛んでますけど、悲しい事そ件あのりました国ね。葬をやるかやらないかみたいな話あるじゃん。ああ、もうあれもね、その亡くなった直後から言われてましたけど、どうなんですか？最近進展あったんですかね、あれ。いや、もうやるっていうのを聞きましたけど、僕も。一応やる方向にはなってると。それが2億5000万ぐらいかかるらしいじゃないですか。6000万ね。のね、かかると。
めちゃめちゃじゃね？めちゃめちゃですね。いや、もちろん望んでる人もいると思うけどさ。うん。まあやる場所にもよるんだろうけどさ、行けない人って絶対いるわけやん。まあそうですね。行きたくても行けない人もね、うん、もちろん。うん。で、それにめちゃめちゃお金かけるって、どういう意図なのかなって思う？まあ確かに。うん。っていうので、めちゃめちゃは言い過ぎか。腹立ちますよね。確かに、それで言うなら、うん、もちろんね、税金使ってるわけですから、うん、それで言うんだったら、もうちょっと、なんか、なんだろう、YouTube とかで配信にして、うん、そっちの方がよくない？なんだろうな、YouTube じゃダメか。まあ、なんかその、ね、うん、どっかの媒体で配信して、で、うん、チケット制にしまして、ああ、いいね、いいね。1人3000円みたいなね。そうそうそう、で有料配信化してね、収集もやればいいじゃんっていう、そうみたいなのは極端な話ね、ありかなっていう感じですよね。うん、なんかこういう話をするがゆえにさ、なんか安倍さんがちょっと悪いみたいな感じも出るじゃん。うん、まあ悪いまではいかないにしろ。うん。うん、まあなんか僕が見るのは逆になんか神格化されすぎてないみたいな、なんか別にいいことばっかだじゃなかったよねみたいな、でもこう亡くなったことによってもう、ね、全てが神格化されて是とされるみたいなのも良くないかなと思いますしね。うん、まあいい、なんかもう お葬式だもんね、言ったら。そうですよ。うん、お通夜もね、散々、お通夜だっけ、なんかすごい人が並んだやつ、告別式か。あ、告別式、はいはいはい、うん、まあ、あれでね、もう結構いいんじゃないか説はね、思うところあるよねお金の使い道って。そうですね、わかんない、そのやることによってなんか海外の人が来て、うん、なんかね、国に利益があって結果僕らに回ってきてみたいなね、はいはい、そういうのがあれば別にいいと思うけどね。まあそうですね、外交の問題とかが、うん、そうクリアになってね、うん、うん、ちょっと真面目すぎじゃない？大丈夫？いや大丈夫大丈夫、風邪ひかない、みんな高校生ついてきていける？風邪ひいたかもしれない、温度差で温度差で、うん、多分1個前、うん、わけわからん話とか多分してたんで、うん、でむしろでもこんなこと昔は思わんかったから成長できてよかったわ、うん、あれじゃないですか、やっぱニュースとか、うん、見てると多分だんだんね、世間に対する怒りが国とかに対するね怒りが募っていくんでしょうね。まあお金だね、やっぱりお金がやっぱキーだね。ああ、まあまあまあそうですね。うん、もう多分ちょっと、ね、あれじゃないですか、個人事業主とかになったら発狂するんじゃないですか、うん、発狂するかもしれんね、税金たんまり取られて、節税節税つって、うん、まあ偉いと思います、皆さん納税されてて、うん、してないの？してますけどね。別に脱税してる発言をしたわけではないんですけど、偉いと思います。全然この人脱税してます。ね、高校生の皆さんも消費税しっかり払ってください。消費税も上がってるもんね。下げてほしいよね、高校生のみんな。ね。うん。なんとかしてくれ。やっぱね、賢いやつがやっぱね、強いですよ。何に関しても。そうですね。結局ね、議員の方がね、お金を多くもらってね。うん。いい思いしてるのかなって思いちゃいますよね。ね、うん、通信費ください。あ、違う、なんだっけ、なんとか費もん。なんとか費。なんだっけ、100万ぐらいもらうやつください。100万。あのください。とにかくください。なんか何かにしらでください。はい。というわけで久々に真面目な話でしたけども。皆さんお金は大事に使いましょう。はい、無駄にね、節税とかもね、しっかりしましょう。そうですね。はい、それではいってらっしゃい。いってらっしゃい。